久保さん。やっぱりみんな不安ですよね。久保さんが失敗するんだったら失敗してもいいかな、みたいな。お前誰の人生を生きてるのかと。久保哲郎かと。うん。そう。うん。あ、そう、月曜日ね。久保さん、ようやく月曜日、廃者ですよ。廃者。廃者ですよ。 あ、そんで、あの、日曜日、このサシバ飲んじゃったキャンペーンしますから。そう。今日の、今日の0時か。0時から、あの、あの24時間限定で販売ですから。やっぱね、あの、僕の強みは、ま、すべてネタにするっていう。うん、すべて人生の物語として、うーん、なんだろうな。使い切るって感じですかね。うーん。 なんか、一ページたりとも、あの、飛ばさないと。まあ、ほ他人の本はね、他人の本は僕はあの、昔はね、一ページずつ,つ読んでたんですけど、今の本の読み方って開いて読むんですよ。もう感覚で、パッて開いてそこを読むみたいな感じなんですね。だからその最初から読まないですよ、僕、本これも読み方変わったんですけど、まあ他人の本なんで。なんか前は、その一ページ目から読むことが正しいみたいなね。 で今の場合は、結局その使えなきゃ意味ないので、1ページ開いて、それを使えばいいんですよ。っていうもう、究極の本の読み方になったんですよね。これパッて開いて、これを使うみたいな、すぐ。でもこの1ページ読んだとしても、絶対これ記憶できないし、そんな天才ですかみたいな話で。でも、なんか、最初からね、この章を読んでいくと、読むことが目的になってるみたいなね。いや、本何のために本を読んでるのかっていうと、その、 ヒントをもとに自分でこう実行するためじゃないですか。でもなんか最終的にあ読み終わったみたいなね。なんか本を読むことが目的になっちゃってるっていう。そう。でも自分の人生の場合は全部を使うって感じですかね。他人の情報はあの自分が使える分使、使える分だけ吸収して使う。すぐパグって使う。ただ自分の物語に関しては全部使うと。なぜならば自分だからですね。 自分のアナリティクスがすべて正解だからだと、正解だと僕は思ってるんで。自分がやってきたこと、自分が失敗してきたこと、自分がうまくいったこと、それは、あの、自分が全部やったことなんで、もう間違いないですよね。そう。なんで自分の失敗も成功も全部使っていくっていうのが僕のやり方ですかね。うん。そう。他人の情報は全部じゃない。ヒント、エッセンスを吸収すると。 うん、でも多くの人は多分その本の読み方が一番わかりやすい例え、あの事例かなと思うんですけど、多分ね、だいたいわかんないですよ。多分8割ぐらいは最初からきちんと読むみたいなのもんね。多分、多分そうだと思うんですよ。だって目次があるしね。こう、一章、二章みたいな。なんで最初からこう、見るみたいな。僕なんか、あっと、もう僕なんかその、あの、なんだ。たまにその最後から読みますからね。最後、最後読むみたいな。うん。 で、これつ、ああ、なるほどね。こう、こうまとめたんだっていう。結論こうまとめたんだ。じゃあ使おうみたいな <laughs>。とかね。うん。ね、全くやっぱね、違くなりましたね、昔と。もう、どん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 極限に。だから、それも結局、自分がやったアナリティクスなんですよ。要は、本を読んだけども、結局使えないよね、と。だそれは使ってきたからなんですよね。うん、本を、本で書いてあること全部使えないよねって気づいたんですよ。それはやったから。 これ全部同時性並行で無理じゃないですか。ね。例えば、集客販売とか、そのマーケティングの方に関しても、集客とか販売とかお客さんの信頼関係がいっぱいいろんな章があって、じゃあ、全部一気に同時にできるかっていうと、難しいですよね、それは。うん。なんで、あのー、一個一個つまんでいくって感じですかね。それは、他人のやつはヒントとして。で、それを使って、その1を使って、10の自分の結果を得るみたいな話ですね。 他人の情報、ヒントを元に、それを使って、吸収して使って、自分のアナリティクスの10の結果を得て、で、そこを積み上げていくと。で、そうすると、自分の成功ロジックっていうのはできていくので、うん、もちろん全く無から0は、無、あの、無から1は難しいんで、最初はやっぱ情報必要ですし、パクる、ヒント、そういうのは絶対必要です。 うん、そもそも 1+1 を何で解けるんですかっていう話で 1+1 をあなたが作ったんですかっていう話で 1+1 っていう公式がありますでそれをあこういう公式があるんだで 1+1 は2っていう答えがあるんだっていうそこからの派生じゃないですかまあいろんなそのそ,んその後の発展もね多分その最初の算数ができない人が大学の数学 まあ算数数学になってくると思うんですけど数学もその区区ができなかったら数学難しいと思うんですよねうんだから公式っていうのはうんヒントというかまあなんかあるわけですよそれはまあ勉強しないといけないしだけど自分の公式は違うわけですようん自分の成功の公式は他人とやっぱ違うわけですよねうーん 例えばそのウサイン・ボルトの走り方を真似したとしても自分はウサイン・ボルトみたいに身長高くなかったらウサイン・ボルトと同じそのなんだろうなうん走り方をしても多分速くならないですよねだけどだけどウサイン・ボルトがなんでそのメンタル強いのかとか試合に試合の前にどういうことを考えてるのかとかそういうエッセンスは吸収できるわけですよあこれいいなみたいなあそれ確かにいいねみたいな 例えば、準備運動とかね。あ、こうやって、その自分の、その、なパフォーマンス上げてる。じゃあ、ちょっと取り入れてみよう。やってみよう。あ、でも、このウサインボルドの準備,法準備運動は確かに、あの、使えたなとか、使えなかったなとかね。うん。とか、なんか、その、無理な、あの、パクっても難しいところもあれば、パクっていけるところもあるし、だから、それは、でも、結局、使ってみないと分かんないですよね。うーん。そう でもみんななんでそれが分かんないかっていうと自分の成功法則を導き出せないのかっていうとまあ結局、まあ、やってないっていうね <laughs> もう結局ここに尽きるんですけどね久保さんね久保さんがなんで成功できたのかっていうと人よりやった以外ないんですようんでその中で研ぎ澄まされていった研ぎ澄まされてって今は隠居っていうでこの隠居っていうのも久保さんがいろいろやり込んでた中 隠居っていうブランディングがいいなっていうね。これないんじゃないかなっていうふうに局地にたどり着いたわけですよ。隠居ブランディングみたいなね。<laughs> そう。隠居しながら動画撮りまくってるやんけ。い突っ込みどころもあって面白いんだ。面白いんですけど。<laughs> そう。隠居のイメージってね、なんか、もう、なんか、なんかその、ね、動画撮ってるイメージないじゃないですか。隠居なんで。<laughs> 隠居だけど動画めちゃ人より動画あるっていう、ちょっとこの、このなんだろうな、このギャップ萌えですよね。隠居してるのにめちゃめちゃ人よりね、人が YouTuber は、ね、1日1本とかなんですけど、隠居してるけどめちゃめちゃ、でもそれは久保理論で言うならば、いや、隠居してからいっぱい、隠居してるから暇だからいっぱい動画撮れるんですよ、みたいなね、ロジックですよね。でも一般のイメージとしては、隠居してるのになんでそんな動画撮るんですか、みたいなね。こう面白いですよね。 うんそうはい、まあとりあえずそんな感じですねいってらっしゃい。